ニューポート級戦車揚陸艦はアメリカ海軍が運用していた戦車揚陸艦の艦級。基本計画番号は SCB-405。本級の最大の特徴が従来の米 LST が踏襲してきた監視門扉の廃止である。これによって監視形状は通常の艦船と同様の波切りの良いものとなり、長さ幅比7.5という細長い船型と合わせて、 抵抗は大幅に軽減された。さらに揚陸時の送管のためにバウスラスターも設置された。船体内の車両甲板と上甲板に車両や資材を搭載する点では l s t 1級以来の構成が踏襲されているが、本級では船体全幅いっぱいの上部構造物を船体中央に設けており、上換板が前後に二分されているため、上部構造物の左舷側に、 車両連絡通路が設けられている。指揮方式は、前任のデソとカウンティ級と同様に、ディーゼルエンジン6機を減速機で二軸の推進機にまとめる、マルチプレディーゼル方式とされた。ディーゼルエンジンとしては、アルコ16から251が採用され、合計出力16,500馬力を確保した。これによって、アメリカ海軍揚陸艦部隊が悲願としてきた20、 ノットでの艦隊行動が、ついに実現された。なお、6機のディーゼルエンジンは2機ずつが1から3、機械室に設置されており、三原煙突に2室分の、右原煙突に1室分の排気を導いているため、前者の方が太くなっている。上記の経緯より、本級の用途装置は、従来の LST とは全く異なり、艦首に突き出した固定デリックアームと、 普段は上甲板状に格納されている道板を用いたものとなっている。この道板はアルミ合金製で重量75トン、長さ34メートル、必死用紙は監視甲板両面の溝に入れ込む形で格納されている。ビーチングすると、まず監視突端の扉を左右に開いた後、監視前端のピボットによって道板を浮き上がらせる。グリースによって道板を滑らせつつ、 上管板下のウィンチを用いて繰り出していき、デリックアームによって指示することで、騎士と連絡するのである。車両甲板全端には上甲板と連絡するランプが設けられており、車両甲板に搭載された車両はここを通じて、一旦上甲板に上がった後、道板を通じて騎士に降りていく。なお、道板だけでは長さが不足する場合も多く、この場合には、 後部原則に搭載されていた4機のポンツームを道板の先に接続することで延長していた。車両甲板には1765平方メートルの搭載余面を確保しており、前後端に転車台を設けている。また看尾側にも加担品字式のランプを設けており、必要であれば水陸両用車を発進させることもできる。アブナナ走行兵員輸送車であれば23両。 M48 中戦車であれば29両、2トン半トラックであれば41両を搭載できた。また、さらに主幹板にも2トン半トラック29両を搭載できる。物資搭載量は、輸送任務時には2000トン、ビーチング時でも500トンであった。物資の要項のため、完備幹板量限に力量10トンのデリッククレーンを備えていた。上部構造物直後の両には、 ハルボットカウンティ級以降踏襲されてきた上陸用、集定2隻搭載のウェディン式ダビットが1機ずつ設置されており、標準的には人員用陸艇1隻と車両人員用陸艇3隻が搭載されていた。また、米、l s t としては初めて完備看板にヘリコプター看板を設定しており、242平方メートルの面積を確保した。固間防空用として、 上部構造物後部両源に50口径3インチ連装速射砲を1機ずつ装備していた。これらはマーク63放射撃式装置による完成を受けていたが、これは1977年から1978年にかけて撤去され、大西洋艦隊所属艦ではファランクス CIWS1 機を搭載した。また、SLQ-321 電波探知装置の 後日装備も検討されたが、これは実現せず、一部間でマーク36スバックのみが搭載された。1965年、1966年、1967年度計画で、計20隻が建造された。1971年度計画でさらに7隻の建造が検討されたが、これは実現しなかった。その後、百九十四年より退役を開始し、 2002年までにアメリカ海軍での運用を終了した。退役艦の多くは海外に売却されて最終役している。特にオーストラリアに供与された艦はカニンブラ級として大改修が行われた。全艦板ではアーム及び道板が撤去され、ここに LCM-8 型用陸艇2隻を搭載するとともに、その用工用として 環境直前に70トン級クレーンが1機設置された。また、5艦班はヘリコプター艦班とされ、上部構造物内にヘリコプター4機分のハンガーを設置することで簡易のヘリコプター揚陸艦となった。エアポート77、バミューダからの脱出、カユーガが登場。ボーイング747が沈没したバミューダ海域の近くを航行していたことから、 現場海域に急行し、到着後は救出作戦の機関を務める。撮影には、アメリカ海軍の全面協力で実物が使用されている。原子力潜水艦浮上せず、架空艦、ナス草役で、カユーガが登場。架空の原子力潜水艦、ネプチューンが沈没した際、近くを航行していたことから、現場海域に急行し、到着後は救出作戦の機関を務める。 撮影にはアメリカ海軍の全面協力で実物が使用されている。ハートブレイクリッチ勝利の戦場、サムナーが登場。終盤のグレナダ侵攻にて上陸作戦に参加し、多数のアブナナをカンビ側ランプから発進させる。撮影にはアメリカ海軍の全面協力で実物が使用されている。レーズ・ザ・タイタニック・スケネクタリが登場。極秘で行われる。 タイタニック号引き上げ作戦に参加しており、機関であるクリーブランド級ドック型輸送用陸艦、デンバーの支援を行う。撮影にはアメリカ海軍の全面協力で実物が使用されているほか、一部のシーンではミニチュアも使われている。ありがとうございます。